タビアーニ兄弟は、兄ビトリオ弟パオロからなるイタリアの映画監督、脚本家である。常に共同で仕事をし、演出はシーンを交互に行う。二人の下の弟であるフランコ・ブロジ・タビアーニも映画監督である。また、パオロのつまりなネルリ・タビアーニは二人の作品の多くで、衣装デザインを手掛けている。イタリア・トスカーナ州ピサ県産ミニアートで、1929年9月20日に、 兄ビットリオが1931年11月8日に弟パオロが生まれる。二人はジャーナリストとして活動した後、1954年に短編サンミニアとルリー44を共同制作し映画監督としてデビュー。1960年に初の長編となるドキュメンタリーイタリアは貧しい国ではないをよりスイベンスと共同で制作。その後、 日本の長編、家系代の男とアー結婚をバレンティのウルジーニと共に制作し、前者はベネツィア国際映画祭でパジネッティ賞など3つの賞を受賞する。初めて2人だけで監督した1967年の危険文子たちは、同年のベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品された。1969年のサソリ座の星の下ででは、 ジャンマリア・ボロンテを主演に起用した。1970年代に入り、レフトルストイの小説を映画化したテレビ映画が、サンミケーレのオンドリさんが、第22回ベルリン国際映画祭のフォーラム部門、マルチェロ・マストロ・ヤンニが主演を務めた、アロン・サンファン、ケダ・カイ兄弟が、第27回カンヌ国際映画祭の監督週刊で上映されるなど、イタリア国外でも注目されるようになる。 そして、1977年に、言語学者、ガビーノ・ノレッタの自伝的小説を映画化した、チチパード・レ・パドローネが、第30回カンネ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、パルムドールを受賞。1982年の、サン・ロレンツォの夜も、第35回カンネ国際映画祭で審査員、特別グランプリを受賞した、パオロとビットリオ・ストラーロや、 D.W. グリフィスのイントレランスの撮影現場を舞台にしたグッドモーニングバビロントルストイのシンプセルギーを原作にした太陽は夜も輝く11年ぶりにカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたフィオリーレ、花月の伝説などを制作する。2000年代に入ると主にテレビ映画とミニシリーズを制作し2001年に トルストイの同名小説を映画化した復活はモスクワ国際映画祭で金賞を受賞。2004年には全部作のテレビシリーズサンフェリーチェ運命の愛を制作した。2007年にはヒバリ農園で9年ぶりの劇場用映画を制作した。2012年刑務所内の演劇でウィリアム・シェイクスピアのジュリアス・シーザーを演じることになった囚人たちの姿を 描いた塀の中のジュリアス・シーザーを発表。第62回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。ありがとうございます。